みんななに知らせるわ荷物を下ろさなきゃ同年代がいないのは残念だ <laughs> でも若いやつはこんなとこ来ないよなあの町で買い出しするのは疲れるわ地元みたいでああオレゴン州のビーバークリークだったよな <laughs> おかえりおう おはよう <laughs> ただいま楽しんできた <laughs> 楽しめるわけねえ後期の目で見られるんだぞ砂の民が来たぞってな <laughs> 砂漠の民よ資本主義の恵みとともに戻ったか <laughs> ジョーア <laughs> ああ会いたかったこの次は一緒に来てよねな、まあ、<laughs> 考えとく <laughs> 調子良さそうね秘訣は水飲みながら死について 考えるそうだあなたの分渡さなきゃ <laughs> ありがとう <laughs> はいうんさすがカレンじゃあねええねえで、ね、夜の警告はどうだった <laughs> すごかったよ星が綺麗で静かでさありがとなあなたなら気に入ると思った見せられてよかったおかえり どうだったそんなことより <laughs> いいもの買ってきたぞほーらうわっうわありがとう <laughs> キャッチボールするダニエルいいよシアトルにいた頃よりだいぶ上手になったんだいろいろあったんだろうがやっぱりまだ遊び盛りの子供なんだな <laughs> あんなダニエル久しぶりだ みんなのおかげだよ警告でキャンプした時ダニエルは生き物に怯えたりしたかいやダニエルはもう怖がったりしないよ自分の強さを知ってるからだな力の見せびらかし方を見てたらわかる <laughs> お前たちが来て1ヶ月いまだに驚かされるよあの子の力に 俺もさまあどうせ一生なれないし諦めたよ俺はまだそうは考えられそうにないよあの力は危険だそれに超能力者に会うのは初めてだからなベストは尽くしたよ手本になろうとしてさダニエルのでも俺のせいでショーン子育てってのは大変な仕事だ戦争に 行くよりもなあそれ結婚してるってことしてただな妻は亡くなったんだそっかああまあそれも人生だそれに怒りっぽい義理の娘がまだいるからな俺たちは水と油だった喧嘩が絶えなくてな 父親が変わるのはつらかったろうな特に俺は彼女との接し方が点でわからなかった謝りたいよまあ今では若い人たがとにかく過去には戻れない <laughs> うん話ありがとうそろそろ配達に行くよ変なお菓子があってな んが喜ぶぞ <laughs> また後でなあ,あ,あ,あちょっとタイムああもう死にそう面白かったね砂漠じゃあんなのでも自殺行為ねショーンよりうまかったよ <laughs> じゃあ荷物運びましょうこんな暑い中に置いとけないわかった すごいねジョアンすごいスタンリーすごいこの暑さすごい <laughs> お前ちょろすぎもう、まあ、正直なだけだよ <laughs> からかってみただけだそのままのお前でいろただ覚えとけよここにずっとはいられないうん 交代で買い物に行くのは賢いな。 正直に言うとシアトルの気候が恋しくなる時々ああわかる <laughs> ここに来て1ヶ月ねアウェのことどう思う <laughs> みんなかっこよくて型破りだね誰一人ダニエルの力を怖がらないんだから私はまだ頭整理しきれてないけど <laughs> ここの人は プライベートに立ち入らないそういう空気があるだからいろんな事情を持った人がここに集まってくる理想の街ではないけどねここってほんと平和だよなそれが人を引きつけるんだと思うきっとそうね私たちは恵まれてるこんなとこでも。 平和に暮らせてるしねもちろん危険もあるけどまあ全部から逃れるなんて無理だよなここにいても現実からは逃れられない少し遠ざかることができるだけでどうやってここを見つけたんだ地図にも載ってないのに。 マギーっていう知り合いに連れてきてもらったのあれはニューヨークで挫折してフロリダにいた頃だったわね彼女にも辛いことがあってここで暮らしてたもう出て行ったけど彼女はここのみんなに愛されてたまあ連れてきてくれて感謝してるやめて力になれてよかった ところであのいたずらっ子を呼んでくれないあと何かあったのいいえ家族水入らずで過ごしたいの3人でスーパーウルフ <laughs> ちょっと戻ってこいい,いかうんすぐ戻るから待っててフフフ オーラダニエルこれから3人で渓谷に行かないどういいよじゃあ準備ね。